ナですとやっぱ日本人に人気なのはパタゴニアですよね。うん、あとあのスヌーピーショップとかね、あとなんだろう、松本シェイブアイスとか、かき氷ですね。あとはなんか最近あのハレーワボールっていうあのアサイーボールのちょっとおしゃれな新しい店がコロナの後できたんで、そこも結構おすすめだったりしますけどね。大谷翔平が訪れたからなんかね、そういう通称大谷翔平の絵みたいになっちゃって、まあ、パワースポットなんですよね。こっちのコーヒーって薄いじゃないですか。
So number one and number four. Here. Yeah. Thank you.
構最近だよね。そうですね。前はもっと小さいお店だったんですけど。後ろから撮ってます。